も、こんにちは。今回もリクエストをいただいたこちらの曲、福読みに挑戦します。というか、今回の更新は早いな。結構なリクエストをもらってるから、できたものはとっとと動画にしていかないとと思ったんだよ。唐突なメタ発言。いやでも本当のことだし。お、最初の大音符は量で通ったな。あれの通過率は 30% くらいだったから結構嬉しいよ。となると、その手前で蚊が出たのが悔やまれるな。あれもなかなか安定しないんだよね。それにしても、この曲はテンポが早めだな。具体的には BPM210 で、同じ BPM の曲としてはゴーストルールとかがあるよ。この BPM でなかなかに複雑な複合が出てくるから大変なんだよ。ほう、それはどの辺で出てくるんだ。一つはもう少し先で、もう一つは最終盤にあるよ。終盤か。プレッシャーのかかる場面での複合は心臓に悪いな。確かに僕もそれで何度かフルを逃してるからね。そして一つ目の複合、ドカカカオに変えたたいたら逆手を指導するイメージで。お、うまく通ったな。とりあえず難所一つ通過できたし一安心。というわけでもなく、ここも16部の入り手が一部切り替わるから油断できないよ。まあ体力に余裕があれば全部突き手入りできるようゴリ押しでもいいかもな。よし、無事に通った。にしてもこの曲、ほんとかっこいいな。そうだね、日本神話をテーマにして作られてる曲は神曲揃いだよ。僕はこの他にもアマテラスとかが好きかな。視聴者の皆さんもよかったらお気に入りの神話曲を教えてほしいんだぜ。以前ゴッドコレクションフォルダに入ってた曲が該当します。そういえば、この曲って16分、24分、12部が全て出てくるんだな。そうそう、16部複合のレベルも比較的高いと思うから、練習にはもってこいだと思うよ。そういう曲ってよく段位道場に入る傾向があるが、この曲はどうなんだ？それがね、まだ一度も入ったことがないんだよ。あら、そうだったのか。でも、今後のバージョンで入ってくる可能性は十分あると思うよ。具体的にはどの段に入りそうなんだ？難易度的には10段3曲目から名人2曲目の間あたりかな。ただこれらの段は、最近3曲目に新曲が入る傾向があるから、そのせいで段入りしにくくなってるのかもね。なるほど、そういうことだったか。そして最後の複合は、最後の方の月3連を逆手入りすることに気をつけて。ここも通ったな。あとはラストの縁が変速してることに注意すれば。よっしゃー、フルコンや。結構手こずったからかなり嬉しいよ。精度の方はどうだ？うん、こっちもおおむね満足かな。ま、加30切ってるしいいと思うぜ。ということで今回はここまでとします。よかったら登録や評価してくれると嬉しいんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。あ、初フルコンの称号があるんだな。かっこいいからこっちに変えておくよ。あ、それで前回の弾丸ノープに繋がるわけか。